で最後紹介するお店なんですよ。ゴンゾさんです。2017年から前来たの2018年。カフェタイムですね。ちょっとカフェタイムですけど、ちょっともうワイン飲んでオリーブ食べたりして、ちょっとカフェって今日はね、中学校前いろんなとこあるんですけど、いや、行きましょう。これがドリンクメニューです。本田さん、ちょっとボトル今日は飲んでこうかな思ってます。私ワインじゃあちょっと一緒に飲みましょう。ボトルで頼む。もうちょっと今日はボトルで行こうかなと思って。どうぞ。アスコニエクセプショナルメルロっていうのを頼んでみようと思います。はい、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。うわ、この空、めっちゃいい天気。どうですか、大沢さん。8テラス席なんで、一応中あるんですけど、ちょっとテラス席の方が夏を感じながら飲めるかなと思って、うん、テラス席に乗せました。いいじゃないですか。すいません。カフェタイムはこれだけなんですか。そうですね、5時からまた呼ぶようにメニューが変わります。そうです、ね、なんかお出しできるものもちょっとあれば、あ、なんかお好みのものとか。つまめる系がいいです。まあそうですね。カルパッチョとかね。あ、カルパッチョですか。どうしようか、迷ってんすよ。そのビレもなんかチーズ盛り合わせとかあ。あ、チーズ盛り合わせ。なんか苦手なチーズとか。こちらで。チーズ美味しいです。ありがとうございます。いいっすね。結構飲まれます。まだいい夕方の時間です。そうなんですよ、なんか久々にこの時間から飲めるんで。お疲れ様です。なんか色が綺麗ですね。ヒロレバーペーストを入れてほしいんで、バケットがなんかラムレーズみたいなバケットが入ってました。こういうなんつうんですか、赤いのありますよ、ね、なんか名前が忘れちゃった。食べます。白レバー。あ、うまい。バケットがちょっとガーリック風味。はい、これラムレーズン。最初の風味が俺の好きな感じ。普通のレバーパテよりちょっとやっぱ塩すかね、塩コショウしてあった。めっちゃ綺麗。このワインが反射して、はい、チーズありました。ありがとうございます。こちらオレンジ色のチーズが、はい、ニモレット。こちらがコンテハードタイプですね。こちらがタレッチョ。タレッチョ、このパピチュールも一緒に。あ、ありがとうございます。昼飲みの醍醐味ですか、これが。太陽に映る。いいえ、これ、こんなちゃ動いてる。めっちゃ綺麗ですね。こういうの大好きなんですよ。これミモレって普通に好きなんですよ。タレッチョっていうのは多分前なんか中野かどっかのイタリアンのこういった時だったと思う。はい、ミモレットです。あ、でもこれミモレットなんかなんだろう、俺の体重なのかもしれないですけど、今日なんかすごい塩っぽい。全部なんかタレッチョ、なんか白カッケースめっちゃ好きっす。コンテッドラッチョ、ハードテープで食べやすいチーズ。あ、チーズの家庭の方でも食べやすいみたいな入れました。タレッチョが癖が強めなので。あ、白カビスも、ね、苦手な方が多いですね。ああ、でも超美味しい。コンテを燻製っぽいです。イカの燻製っぽい。そんな味しません。なんかニュアンス、しますよ。本当美味しい。これが一体何なのか、未だに今日は分かってない。これは甘さがあるんじゃないかな。甘さ系しかない。でもそういう系ですよね。なんかジャムっぽいっす。うん。うん。うん。甘いっていうか、あれ？オニオン？あ、柚子？
ゆずと、ゆずとオニオンという感じの一発目はこれ、オニオンと、これ食べたらゆず系の、柑橘系の味がします。なんか漬物って、うん、甘めの漬物みたいな。この赤みは何なんだろう。電車から見た人も何あれ、おしゃれじゃないってなりますよね、このロゴの見てね。多分外観がすごいおしゃれだから、そう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 、色から飲むじゃん、最高ですね。